イタリアは、イタリアの探検家、飛行船設計者のウンベルト・ノビレ少将が、自身の2回目の北極飛行に使用した、反公式飛行船である。1928年、北極点到達のキロに遭難し、国際的な救助活動が行われた。イタリア号は、N9 反公式飛行船の一つとして、N4 という符号が与えられていた。N1、ノルゲト、 ほとんど同一だったが、ガス溶石は、より大きくなっていた。イタリアの情報源によれば、ノビレが、北極探検に公的であると考えた N5、飛行船への資金供与イタリア政府が拒否したため、民間の講演者とミラノ市の援助を受けて、N4 を建造したという。乗客乗組員イタリア号の航路ノビレは5回の探検飛行を計画した。 それはいずれもニーオーレスンから出発して同時に戻るコースであったが探検する区域はそれぞれ異なっていた。最初の飛行は1928年5月11日にニーオーレスンから出発したが着氷と制御システムに問題が発生、わずか8時間で引き返した。二度目の飛行は5月15日に離陸、当時まだ地図に載っていなかった。 ニコライ2世島までの2500マイルを往復し、気象、時期、地理に関する貴重なデータを収集した。3回目の飛行は1928年5月23日に開始され、強い追い風の助けを借りて1928年5月24日の午前0時24分に北極点に到達した。のびれは天候の悪化により着陸は実施できなかったが、 複数の研究者を氷上に下ろす目的で、ウインチ、膨張式のイカダ、それにサバイバルパックを準備していた。代わりにイタリア及び、ミラノの旗と、ローマ教皇から渡された木製の十字架を氷上に、投下し、5月24日2時20分、イタリア号は基地へ戻り始めた。天候は、極めて悪く視界はようやく地表を確認できる程度で、あり、 探検隊の気象学者、フィン・マルムグレンの予測に従い、近距離にあるはずの風の穏やかな区域に出ようと、悪戦苦闘した。5月25日午前9時25分、最初の事故が起こった。昇降打の制御が効かなくなり、下向きに固定されてしまったのである。イタリア号は、すべてのエンジンを停止し、雲層上3000フィートまで上昇、重要な点として30分間。 明るい陽光に船体をさらしている。エンジンを再起動、その後は特段の問題なく1000フィートまで降下したが、10時25分になって船体がテールヘビーの状態にあり、1秒間に2フィートの速度で降下していることが判明した。昇降打をいっぱいに上げ重量物を投棄したにもかかわらず、飛行船は墜落、氷海に衝突した操縦キャビンが壊れると、 直後に、船体から脱落し、生存者9人と1人の遺体が、氷上に残された。昨日はまだ空中に浮いたままであり、残る6人の搭乗者は地上に降りることができない。エットレアルドゥイの主任技師は、昨日と共に徐々に吹き流されつつ、注目に値する冷静さを発揮、積載物を手当たり次第に、氷上の男たちに投げ落とした。一方で生存者たちは、 こうして、必需品と荷物を手に入れ、長期間の試練を耐え忍ぶことができたのであるが、他方、漂流した機能とアルドゥイの含む乗員は、ついに発見されなかった。墜落場所はおおよそ北緯81度14分、統計28度14分の地点である。生存者の乗った不評は、ホイン島とブロック島の方向へ流されていた。事故原因は、今日なお確定していない。 北極の気候と、募る強風に逆らって基地に帰ろうとしたことが、最大の原因であり、この事実こそが気象学者フィンフィンマルムグレンに自殺に、等しい行動を取らせた原因となったことは明らかで、ある。もう一つの原因は飛行船を雲層の上に上げた、点であり、それが、水素の加熱と膨張を引き起こし、自動式のガス調節弁作動を誘発したことにある。 イタリア号はエンジンを再始動後、雲を通過して、再び凍るような冷気の中に戻ったが、その際、調節弁が開いたまま固定されてしまったか、あるいは雲の上ですでにあまりに多量のガスを失っていたかのいずれかの理由により、もはや浮くことはできなくなっていた。国際的な救助作業が行われたが、イタリア側の無関心と政治的な干渉によって難航した。 生存者のみならず行方不明となった遭難者を捜索する、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、フィンランドのパイロットの勇敢さは、イタリアファシスト政府の不甲斐ない対応と鋭い対象を成した。協調の欠如は、事故の生存者すべての救出までに49日以上も、かかる結果を招く。ロアールアムーン船ンは救出活動に参加しようと、フランスのラザム水蒸気で、 スピッツベルゲン島に向かい行方不明となり死亡と推定された。イタリア号遭難事故に際し、1928年夏の捜索並びに救助活動に航空機23機、船舶20隻、犬ぞりチーム3件が加わった。その内訳を国別に一覧にする。デンマーク、フィンランド、フランス、イタリア、ノルウェー、ソビエト連邦、スウェーデン、アメリカ。 イタリア墜落事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。